ちょっとね、僕昨日それこそさっき話した鹿児島の番組出て、うん、で日曜日昨日帰ってきたんですよ、うん、それでねちょっと皆さんに本当に気をつけてほしい話がありまして。何でしょう。そのこう東京の、ね、家に帰ってきて、うん、もう鹿児島に鍵を忘れたのよ。ああなるほど。東京に帰ってきた瞬間であ鍵ないって思って、お金もないからネットでね、うん、格安なのを調べたのよ。はいはいはい。そしたらなんかまあ最低価格7000円からっていう一番安いやつ。ああまあそんぐらいか、7000円ぐらいか。ここで電話しようっつって、まあ電話して、あのいくらぐらいかかりますかねって聞いて、まあそしたらもうその担当者がうわこの鍵はねちょっと高いんですよみたいな言われて、ああなんかいい鍵とかなんかちょっと違うと。まあなんか横に刺す、普通の鍵ってさなんかこう縦に刺してぐるってもあるじゃん、うん、でも そもそも横に、あ横入り、そう横入りなの、うん、それちょっと高いらしくて、うん、どれぐらいですかって言ったら7万って言われて、え7万。もう原付買えるよ。いやそうよ、そう7万あった。そうよ、びっくりするじゃん7万って、うん、そしたらいやあそうですか、じゃあちょっと僕の方でちょっと今回割引させてもらえてパーってこう、うん、携帯のあの電卓出して、うん、あじゃあ今回3万でって言ってえそんな一言でまず4万値引きしてくれるんだと思って、何それすごいなと思って。ただもうその3万でも麻痺してんだよ。だからもう3万でも安いかと思っちゃう。最初7万って言われてるから、そうそうそう、じゃあお願いしますって言ったんだけど、その人にこういろいろその鍵を開けてもらうときに聞いてたんだけど、その人がじゃあそのどんなドア、そのどんなドアでも開けれるんですかって聞いたの、うん、そしたらいやもうあるものがついてるドアだったら必ず開けれますと、それがついてなかったら僕はもう開けれませんっつったの。そのあるものって何だと、あるもの、うん、このものがついてたらもう私は開けれますと。あれあのポスト、ああなるほど、このガチャって開けるから、ガチャ あれがあればなんかこっから行けるから、うん、その道具で絶対何でも開ける。全然ナンセンスですね。あの正解は、ね、あのこの覗き穴、えなんであれがあるやつは全部開けれるんだ。なんでなんでなんかもう、もうこれを覗き穴を取るのよ。まず覗き穴を取る、取るこうやるやつを取れるんだよ。もうこっちからパカッて開けて、だから貫通してる状態になってる。そうそうそう、そこにも器具を刺してこうかまして中から開けれる全部。えこうじゃ鍵穴でガチャガチャじゃない、じゃないじゃないじゃない、もう鍵穴一切触ってない。もうそう遠くから行くってこと、こう入れて、そう、うん、そっから中から開けるっていう作業。でも最近はねそのおしゃれな家とかはついてないんだって、うん、鍵穴とかそのセキュリティしっかりとか。ああなるほどね。だからそういうのは難しいんですよとは言ってたけどね。えそれで3万払ったの。結局3万払って3万と消費税。うわー最悪、あんな消費税高いんだと思ったら。もうだって1回開けるためだけでしょ。そうよ、中開けたら割るんだから鍵が。最悪じゃん。でもそのね鍵屋さんが言ってたのは、うん、その、うん、忘れないためには鍵をもうその普通はさあのスペアキーとか家の中に置いとくじゃん。家の中に置いとく。もうそれを鍵屋さん自身はもうあの財布の中に入れとくんだって1個。ああスペア、ね。で1個ポケットかとか入れて、絶対そしたらどっちか両方なくすってないから、そうした方がいいですよとは言ってたけどね。ああ最後ちょっとダメ出しされて終わった。そうそうそう。そもそもみたいな。そう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 。まあ、なるほどね。でも俺も3万分なんか取り返そうと思っていろいろ質問したけど。それ取り返せてないよ。取り返そうと思って全然取り返せてない。栃木出身とか聞き出して、知らん、いらないな栃木出身